それでもお前は過去に戻るっていうのかよ。はいって言わなきゃストーリーが進まないでしょ。これまでのあらすじ。世界に平和が訪れた後、アイラたちは神の民が書いた書物から失ったものを蘇らせる神聖な光が眠っているという塔の存在を知る。一行はベロニカを生き返らせるため神秘の歯車を入手し、失われた時の化身が集うという塔を目指す。失われた時の化身が集まる塔、その扉の穴に神秘の歯車をはめ、閉ざされた扉を開いたアイラたちは塔の中に入っていくのであった。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ふー、ということで、よかった。前回さ、実はセーブするの忘れとったんやけど、オートセーブからいけたわ。ぴったりやね。なんだ、どこに行けばいいんだ。とりあえず一方通行？この塔に来たはいいんやけどさ、何をどうすればいいん？とりあえず進んでいけばいいんよね。なんか戦うん、これって。ベロニカを生き返らせるかなんかって言ったけどさ、何かを手に入れんといかんの？何？どこに向かいよん、これ。あ、なるほどね。上の階に上がったってこと？なるほど。エレベーター代わりなんやね、これが。なんか色が違うけど、同じ色のところに動くんかな？わからん。とりあえずこっち行こう。なんか水色のとオレンジのがあったけど、もしかしてオレンジは下に行くとか。さっきのやつも水入れやったもんね。わからねえ。あ、でもほら、上上がったよ。そういうことかな、やっぱり。とりあえずさ、なんか周り、モンスターがおるわけでもないし、お、宝箱。モンスターがおるわけでもないし、なんかすごい、不気味な感じの場所よね。お、英雄戦記召喚ゲット。流星の剣、ミリオンダガー、コメットエッジ、輝きの魔装、属グリンガムの鞭、竜王の爪、ギガントアックス。こういう、ね、道すがらに、何のモンスターもおらんけど、ボス的なものはおったりするんかな。それとも祭壇的なところに、何か重要なアイテムがある、みたいな。ん？何？気持ち悪い。え、超気持ち悪いんですけど、とこしえの神殿。なんか長細いヨッチがおる。何？その体の中の。私は時の番人。喋る。時の行く末を見守る者。時の番人？あ、みんな見えとんやね。あんた、一体何者なんだ？私は何者でもありません。ただ時の流れを見守るだけの存在。時の番人よ。この塔には失ったものを復活させる力を持つ光があると聞きました。私たちには蘇らせてほしいかけがえのない人がいます。どうか知っていることを教えてください。あれかな、ドラゴンボールと同じようにさ、やっぱ一人しか無理なんかな。世界中の人を蘇らせて的なことは無理。この先にある祭壇には時のオーブと呼ばれる宝玉が祀られています。でね、世界中いろんな人が亡くなっとるのにね。その時のオーブの力を使えばあなたたちの願いも叶うでしょう。まあ、でも自分たちでこうやって苦労してやってきとるわけやけんね、そこは自分たちの仲間って言ってもいいかもしれんけども。ありますか？失われた時を求める覚悟？何、どういうこと？覚悟だと？どういうことだ？時のオーブとは、失われた時の化身が遥か古より紡ぎ続けたロトゼタシアの時の結晶。その時のオーブを壊すことで時空の流れが乱れ、全てが過去に巻き戻るのです。生き返らせるじゃなくって時を戻すってこと？
私が今までやってきたことは全部無駄？もう一回なんか悪い奴ら全員復活する感じ？仲間を蘇らせたければ世界の時を断ち切らなければならない。どういうこと？どういうこと？世界の時を断ち切るってどういうこと？失われた時を求める。あなたたちがしようとしているのは、意味がわからないんですけど、世界にとって大きな選択なのです。お姉さまを復活させるにはこの世界ごと時を巻き戻すことになる。それってさ、私らはこの仲間全員出会わんかったことになるってこと？記憶は？でも巻き戻すってことは記憶もなくなるってことよね。世界ごと過去に戻る。もしかすると、あ、いや、しかし、あ、でもそうってことは悪い奴らが力をつける前にというか、もしその話が本当だとしたら、魔王の復活を阻止することができるってことか。でも記憶は、大樹が落ちたあの日より前に戻り、ウルノーガの悪しき野望を食い止めることができるのではないか。ねえ、てかさ、あの大樹が落ちたあの日より前どころかさ、あのお父さんとお母さんが生きとるところまでは、あ、でもそしたら自分赤ちゃんやなそれはそれでそうすればベロニカだけじゃない、あの日失われたロトゼタシアのすべてを今度こそ救えるかもしれんぞい。てかそこまでは考えが至ってないのか。おそらく今この時を紡いでいる一番新しい時のオーブを壊してしまえば、いや、赤ちゃんってことにはならんのか。ある程度物事が理解できる年齢ではあったよね。あなたたちが望む5、6歳ぐらい、世界が闇に覆われる直前に戻ることもできるかもしれません。もし世界の運命を分けたあの日に戻り、ウルノーガをこの手で止められるなら、俺は喜んで過去に戻るぞ。そこまでか。残念ですが、あなたたち全員が過去に行くことはできません。時のオーブを壊すには、すべてを断ち切ることのできる大いなる力が必要です。そのような力はおそらくこの世界で一つしかありません。無主人公ですよね。それはあなたの持つ勇者の力です。あなた、名前は？そうなのですね。何も言ってないですけど。あなたが持つその勇者の剣を持ってすれば、時のオーブも砕くことができるはず。それができるのはあなただけ。そう、過去に戻ることができるのはあなただけなのです。ちょっと待てよ、過去に戻ったこいつはまたここに戻って来られるんだろうな。一度過去に戻れば、おそらく二度とこの世界には戻って来られないでしょう。それにってことはどうするん？向こうの世界には向こうの世界の自分がおるんやろ。で、この世界の自分はおらんなる？どう、じゃあもう何、一生壊れた時のオーブが暴走すれば、一生表では生きていけん感じ？ねじ曲がった時の渦に飲み込まれてしまうかもしれない。ひっそり別人として生きていく感じ？自分が世界を救うのに。時の渦に飲まれてしまったら、彼は永遠に時の狭間をさまようことになるでしょう。そんな、かけがえのない仲間と別れ、たった一人で過去に戻る。あなた自身もどうなるかわからない。それでもあなたには失われた時を求めて過去に戻る覚悟がありますか？
まだね、過去に戻ってその世界で仲間たちと生きていけるっていうならあれやけどさ、その世界はその世界で自分おるんやろ。マジで自分どうもできんやん。この選択はあなたが決めるのです。てか同じ世界に自分が二人存在していいものですかね。時の祭壇へ。いねえ。あ、びっくりした。仲間に話を聞こうと思ったのに誰もいなかったよ。話して。誰も語らねえじゃねえか。誰一人として語らねえというか、目すら合わないんですが、何かしら言葉があってもいいんじゃないですか。何何何、どこに行くの。ごめんなさい。でもあなたを行かせるわけにはいきません。ほう、でもじゃあベロニカは。なんだよ、マークが出てるから話しかけたのに。アユナ、悪いがお前を過去には行かせられない。クソ、なぜ俺は過去に行けないんだ。この手でウルノーガの野望を止められずに、ここで手をこまねいていろというのか。アユナちゃん、私たちは魔王を倒して世界を救った。もう十分すぎるほど頑張ったじゃない。私、もう嫌なの。これ以上大切な仲間を失うのは。あなたまでいなくなってほしくないわ。いやでも、てか大体ベロニカがどうのこうのとか言い出したのは君たちなんですけどね。アイラ様ごめんなさい。たとえあなたの決断でも、これだけは認めるわけにはいきません。いなくなったお姉様の分まで、絶対にあなたを守ると。私は髪を切った日、そう誓ったのです。アイラ様に何かあったら、お姉様に叱られてしまいますわ。ですからどうか考え直してください。過酷な運命は、いつもわしから様々なものを奪う。しかし、今度ばかりは止めねばならん。アユナ、この一度だけ、年寄りのわがままを聞いてくれ。お主までいなくなったらわしは。もしここで行かせてしまって、あなたの身に何かあったら、私はきっとまた後悔することになる。だからお願い、行かないで。私はあなたまで失いたくないわ。いや、しかし行くし、か。アユナ、お前は本当にそれでいいのか。時の番人が言ったように、過去に戻ったら、もうこの世界に戻ってこられない。お前だってどうなるかわからないんだぜ。それでもお前は過去に戻るっていうのかよ。はいって言わなきゃストーリーが進まないでしょ。負けたよ。お前はおっとりしてるようで、こういう時は頑固なんだよな。もう決めたんだろ。だったらもう何も言わねえ。俺はお前の決断を信じるぜ。お前の手でもう一度世界を救うんだ。頼んだぞ。でもさ、どうなん？過去に戻って、過去の自分はおるわけやろ？私たちはみんな。で、過去に戻って世界を救う。としたら、ここに今おるみんな的にはさ、そこから変わらず主人公と一緒に過ごすことになるんやないん？今ここにおるこの主人公はおらんなるけどさ、結局そのね、ここの記憶はなくなるんじゃない？歴史が変わるんやけん。そしたら私のことも忘れるよ。悲しい。アイラ様のお気持ち、とてもよくわかりましたわ。それほどあなたの意志は固いのですね。アイラ様が決めたのなら、私もその意志に従いますわ。さあ、お通りくださいませ。みんな結局すっと行かせてくれるんすね。もうちょっと引き止めてくれてもいいんすよ。覚悟を決めたのですね。では、私の知り得る限りのことを、あなたにお伝えしましょう。時のオーブを壊したとき、あなたが過去へ持っていけるのは、おそらく、
あなたの記憶ともいえる冒険の記録と、あなたがこれまでに得た戦いの経験、そしてめちゃくちゃシステム的な問題やね。時の祭壇の周りを回っている悠久の金庫の中身のみ。なんかそれっぽく言えるけど、めちゃくちゃシステム的なことよね。悠久の金庫はあなたと共に時を遡ることができる世界で唯一の存在。まあ、要は冒険の書の記録も消えんし、レベルもそのまんまやし、お金もそのままですよってことやろ。あなたが時のオーブを壊したとき、あなたたちの持ち物と袋の中身はこの悠久の金庫の中に入り、あなたのこれからの冒険に必要なものを過去へと運んでくれるでしょう。オーブと共に今装備している勇者の剣は壊れてしまうかもしれませんが、私今勇者の剣装備してないと思うね。あなたはかつて勇者の剣だった魔王の剣を手に入れているはずです。しばらくはそれを装備して戦うといいでしょう。さあ、私の知りうることはここまで。過去へと旅立つ準備ができたら、時のオーブの前へどうぞ。私はこれで一人になるんですね。さあ行けよアイナ。お前が決めたって言うなら、俺たちはもう何も言わねえよ。お前の手でもう一度世界を救うんだ。頼んだぞアイナ。ほらほら、さっきのムービーの時と私が背負っとるもの全然違うやろ。ん？この階段を進むともう後戻りはできません。それでも過去に戻りますか？はい。本当に過去に戻りますか？はい。時の番人の名のもとに、あなたを過去へと導きます。前へ。待ってくれ。なんだなんだ、さっきまで早く行けよみたいな感じやったのに。過去で会う俺はおそらく以前のようにお前とは敵対する身だろう。だがしかし、お前が望んでくれるのなら、俺は再びお前に命を預けるだろう。何度だって勇者を守る盾になる。モン・グレイグったら、堅苦しい別れなんて野暮よ。旅立ちの挨拶は気楽な方がいいの。さよならなんて言わないわ。だってまた過去で会えるしね。こっちは会えるのか、姿を現せるものなのか。あなたなら大丈夫よ。向こうの世界の私はいないの。どんな困難にも打ち勝てるわ。普通に入れ替わるパターン。でももしダメな時はもう一度私たちを頼ってね。まあもしね、全然その過去の自分と今の自分入れ替わるっていうか、そのまま過去の自分の位置に今の自分が行くんやとしたら、その顔を何一つとして悲しいことはない気がするんよね。だってどうせここの記憶なくなるやろ。でまた時間をやり戻すだけになったの。ね、やり直すだけってことやろ、主人公的にも。何？変わらんやんじゃ。ちょっとの間お別れするだけじゃ。わしはお主を信じとるよ。今度こそみんなを救ってくれるとな。なんたってこのわしの自慢の孫じゃからの。こんなに頑張ってきた旅のことも忘れられるんやな。勇者こんなに頑張ってきたんですけど。私はあなたを守る使命のため必死にここまで歩いてきました。あなたと一緒に冒険した日々は私にとってかけがえのない時間。私絶対に忘れません。忘れるって。だからまた私のこと探し出してくれますか？探し出すってどういうこと？え？あのタイミングの時って、え、まだ出会ってなかった？
そんなことないよね。え、そんなことあった？うん？あの時って誰がおった？え、全員知り合っとるよね。探し出すも何もなくない？フルノーが復活せんかったらさ、みんなバラバラにならんよね。時は満ちました。え、ちょっと待って、ストーリー覚えてねえや。今こそ過ぎ去りし時へ。あ、それオーブ？さっきからなんか周りにふわふわ浮いとったやつ。めっちゃ月みたいやなって思いながら見よった。これで過去に。待ってくれ！俺たちはもう一度お前と旅をするからな。また会おうぜ。